はい、岡山小池吉です。よろしくお願いします。ご機嫌な中飛車。今回は鈴木大輔流の振り飛車穴熊の将棋を2局ご紹介しようと思います。よろしくお願いします。鈴木大輔先生は振り飛車党の第一人者で、様々な振り飛車を使いこなします。また鈴木先生は普及活動にも熱心に取り組まれていて、将棋の本も多数執筆されています。今回の動画を作るにあたって、私は鈴木先生の力戦系の振り飛車の本を参考に作っていますので、ぜひご興味ありましたら読んでみてください。鈴木大輔先生というと、私が小学生だった時にチャリティー将棋大会がありました。その時のゲストに鈴木先生が来られていて、私が鈴木先生の本を持って行ってサインをお願いしたところ、快く引き受けていただきました。もう20年以上前のお話なんですけど、やっぱり嬉しかったことなので覚えていますね。振り飛車穴熊、これで戦型がほぼほぼ決まりました。こちらの中飛車穴熊に対して相手は左美濃ですね。玉が広くて、こちらの穴熊に風さ負けしないのが左美濃の特徴となります。左美濃は横からの攻めに非常に強いので、こちらとしては横からだけではなくて上からの攻めも組み合わせて攻略できるかどうかが、この将棋の鍵となってきます。この桂跳ねはかなり攻撃重視の積極的な手ですね。普通は3三角から銀冠に組んでくるのが一般的なんですけど、この桂跳ねは2五桂とか4五桂で桂馬を軸に攻めようというものだと思います。こちらは角が7七にいても使えないので、5九に引いておいてタイミングを見て2六とか3七に角を出るように指していこうと思います。中飛車は左の金の使い方がポイントで、今回7八に飛車を回ってから5八金と上がりました。これは5八に金を上がるスペースを作ったものと同時に、後々今回のように1三に角が出られた時に、7九角成を飛車で守っているのが大きいですね。中飛車のまま金をどんどん寄せていくと、今回のように角の睨みで7九の地点を狙われた時に非常に受けにくくなります。なのでこちらは3三桂の形を見て、相手が端に角を出てくることを予想して7八飛車の形を作りました。このように組み上がってみると、4六の地点で相手の角の利きを止めているので、非常に受けやすくなっているのがわかると思います。こちらとしては攻めの形も守りの形もベストな状態なので、この辺りで仕掛けていきます。この7五歩を同歩だったら同飛車から、6五の歩を飛車で取って歩を2枚持ち駒にすることができますね。なので相手は飛車を寄るしかありませんが、7四歩と取り込んで順調に攻めていると思います。こちらは6筋7筋で揺さぶって相手の飛車を7二に寄らせることに成功しました。飛車を寄らせたことによって8六歩の筋が緩和されたので、こちらは角を自由に使うことができますね。2六に角を出て相手の角と同じような形を作っておきます。ここも歩の手筋で相手の陣形を崩しに行きます。この局面7四の歩を飛車で取りたいんですけど、そうすると6二歩成でと金ができますね。なので相手は飛車を縦に行くことができません。この辺りは相手の飛車の動きを歩によって封じていて、非常に好調な攻めが続いていると思います。相手は7四飛車と指すために金を上がってきましたが、やはり歩1枚で相手の金を上ずらせたのはかなり大きなポイントとなります。こちらは飛車を寄って銀をさばきに行きます。
これは次に7七歩成がありますが、ここは7五に歩を打って受けることが可能です。同飛車だったら6四の歩を取ることができますね。なので相手はこの歩を取ることができません。この局面はまだまだ難しいんですけど、こちらとしては有利な展開だと思います。ここからどうやって攻めていくかですけど、3五歩と突いたり5四歩と突いたり7四に銀を打ったりする手が考えられます。まあ局面がかなり難しいんだったら歩を使って攻めていくんですけど、若干有利な展開なのでここはシンプルに銀を打って攻めていきます。次は6四飛車が狙いですね。相手は角の利きを生かして攻めてきますが、こちらは角の利きから逃げながら飛車を使って好調な展開が続いています。左美濃を攻略する際にはここを突くのが急所の攻めとなります。これによっていつでも3四に歩を打ったり4四に歩を打ったり2四飛車と飛車を切る手が可能となりました。本当はすぐに3四歩と打ちたいんですけど、2五桂と逃げられて3三に打ち込む駒がありません。なのでここは落ち着いて4四に歩を打って拠点を作っておいて、3四に歩を打つために飛車を引いておきます。これで7六か4六のどちらかの歩を取って次に3四歩の攻めを狙います。8六歩と突かれましたが、この歩は当然取ってはいけません。8七歩成と歩を成られたとしても8五歩で飛車先を止めることができるので突破されても大丈夫です。4六の歩がいなくなったことによって5四歩が筋の攻めとなります。これはどういうことかというと、将来的に4六の飛車をさらに移動して3七に角を引いた時に角を成れるようにしたものですね。これが狙いの一手となります。さっきまで5五に歩がいたので自分の角が止まってしまっていたんですけど、5四歩と突き捨てたことによって8二に角が成れるようになりました。相手は形勢不利と見て端を攻めてきましたが、飛車の横利きも通っているのでこの端攻めは大したことがありません。これで銀を取られてしまうんですけど、相手は桂馬を渡すと3四に桂馬を打たれる傷があるので7三桂と指すことができません。さっき4四歩を利かしたのがかなり大きな手だったことがわかると思います。この手が銀の七駒を逃げながら銀取りとなっていて一石二鳥の手となります。局面はこちらが優勢となりました。この強打ちがかなり厳しいですね。相手は4五歩と打つことができません。この桂打ちが入ってあとは一手一手の寄り筋となります。3筋と4筋のどちらにも歩が効いて、なおかつ相手の飛車角が玉に近いところにいるので非常に技がかかりやすい状態となっています。こうなると相手は受け切ることができません。
これであとは王手をかけるだけかけておいて、最後に3級のと金を取ってしまえばこちらも勝ちですね。はい、それでは2局目ですね。2局目も振り飛車穴熊を指していこうと思います。よろしくお願いします。四間飛車。こちらは3八に玉を寄って四間飛車穴熊を目指しに行きます。美濃囲いを目指すんだったら玉を寄らずに3八に銀を上がった方が3九玉のまま戦いを起こすことが可能なので手広いと思います。相手は4二銀と上がって船囲いの形を作ってきました。ただ相手は飛車先をついていないので玉と位取りに組んでくることが予想されます。やはり玉と位取りを目指してきました。こちらとしてはこの瞬間に6五歩と突く手は考えられます。まあ6五歩を突くタイミングとしてはこの瞬間しかないですね。ただ6五歩と突いてしまうと相手が強気に3四に銀を上がってきた場合を考えないといけません。3四銀と上がられた場合にこちらが有利か最低でも互角だったら6五歩とつけるんですけど、こちらが不利な変化がある場合は6五歩とつかずに2八銀と上がる方が無難かなと思います。振り飛車穴熊。結局6五歩の筋は見送って2八銀と上がりました。まあ一番自然な手ですね。4四歩とついてくれたので今度こそ6五歩とつけます。今度は3四銀と上がられても角交換の筋はありません。まあ穴熊に組めて6五歩と飛車角が通ってるのでこの局面は普通に考えたらこちらが十分指せる局面かなと思います。こちらの穴熊は完成していて相手の囲いはまだ未完成なのでこの辺りでどんどん攻めていこうと思います。とりあえず相手の飛車が攻めに使えなくなったのでここは落ち着いて金を寄っておきます。まあ、こちらとしてはシンプルにどんどん攻めるだけなので非常に分かりやすい局面です。これでパッと見は非常に受けにくいと思いますね。8二飛車だったら普通に8四銀で8筋が突破できます。ここはシンプルに攻めていって優勢となります。7分。歩が2枚あるので飛車先を連打して止めに行きます。
この桂打ちがぴったりとした決め手ですね。これで相手は受けがありません。この手は金銀両取りなんですけど、こちらの穴熊は鉄壁なので寄せに入ります。この手は3四玉4四玉と左の方に玉を逃げる手を狙っています。なのでこちらとしてはその逃げ道さえ塞いでしまえば勝ちとなります。これで相手玉は受けなしとなります。3四玉だったら2五金と打って同玉3三馬ですね。2五金に対して4四玉でも3五金同玉3三馬です。これで相手玉は必至となります。今回の将棋は6五歩を突くタイミングや8筋をどんどん伸ばしていくような攻め方を参考にしていただけたら幸いです。一度攻め始めたら穴熊が鉄壁なので、あとは攻めが切れなければ自然と勝ちとなります。